はい、こんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回はね、夏競馬炎の5番勝負、最終戦、第5戦目ですね。予想するのは、金ランドカップにしたいと思います。はい。まあ、今までね、惜しくも、惜しくもじゃないな。うん、全敗できました。えー、1500円、1500円、1500円、3100円と使ってきて、マイナス、7600円。合ってますかね。まあ、横にね、あの、テロップ出しておきますんで。 ま、全敗で来てしまったと。前,前回ね、札幌記念の予想したんですが、あの、19点外って言ってましたけどね、あれ計算し直したら31点外でした <laughs>。なのでね、31点買いましたよ、もう。それでね、3100円使いました。まあ、それで破れてしまって、まあ、最後ですね、第5戦。まあ、札幌記念ね、ちょっと振り返ってみましょうか。軸にしたのはね、ネオリアリズム、桜アンプルール、 ミッキー・スワローの3頭でしたね。はい、3頭のフォーメーション、3連複で勝負したんですけどね。まあ、パドック見たところではね、ネオレ、ね、下回ってね、ネオリアリズムはね、やっぱり休養明けということもあって、緩かったなという感じがします。えー、そして、サクランプルールはね、あの相変わらず見栄えが悪いなと。<laughs> パドック気配悪かったですね。うん。パドック初めて見た方は、このまま絶対買わないと思います、まあ。いつも通りだったんで、まあいいかなと。 ミッキー・スワローもね、これね、あの、まあ、いつもどう、いつもね、あのパドック気配そんな良い,いタイプではなかったと思うんですけど、今回、いつもより悪かったんじゃないかな。うん。だから僕はもうパドック見てね、ちょっと、ダメじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、サクランプルール、まあ、ちょっとね、このレースね、ハイペースになったんですよね。 まあ、1000メートル通過59秒1で、まあ、全体時計2分1秒1ですから、ハイペースですよね。そんな中ね、4コーナーでもうすごい手応えでね、あの、上がってきたのが桜アンプルールでしたね。まあ、結果、6着に敗れてしまったんですけど、まあ、イーブンペースぐらいだったら、来てたんじゃないかなと思いますね。うん。4コーナーではね、ステフ、ステフェリオね、ステフェリオも粘ってたんでね、 これ来たかなと思って、すごいもうドキドキしたんですけど、最後はやっぱり人気バーの、人気バーで決まってしまいましたね。勝ったのはサングレーザーでした。まあこれもね、あの、マイラーでね、ちょっと人気してるんでね、買わなかったっていう感じなんですけど、まあやっぱりパドケ配良かったな、これもね。このまね、いつもパドケ配そんな良くないと思うんですけど、今回はね、あの、削艶がピカピカでね、 うん。元気ありそうな感じでね。調子良さそうな感じで。僕、これやられるんちゃうかなと思ったんだけど、本当にやられましたね。4コーナーで前が壁になってね。足が溜まった分、最後まで伸びましたよね。まあ、7番手、道中運んでね、このハイペースの中残ってるんで、まあ、強い競馬だったと思います。まあ、2着のマカヒキもね、これパドック気配良かったですね。うん。状態良さそうでね。うん。あと、モズカッちゃんがね、あのー、 まあ、パドッキはイマイチだったんだけど、気合乗りは良かったんでね。まあ、どうかなと思ってたんですけど、ちゃんと3着まで来ましたね。これ、ハイペースにはまった感じもあるんで、まあ、普通のペースだったら来たかどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、まあ、気合乗りは良かったです。パドッアはそんな、僕は個人的なそんなよく見えなかったんですけどね。あと、サウンズ・オブ・アースあたりがね、これ4着に来て、ね、頑張ってるんですけど、まあ、僕このまま好きな間なんでね、今後、G1 戦線、まあ、京都大商店ですかね、次走は。ちょっとわからないですけど、 うんどうなんですかねこのメンツ、ま、微妙なメンツなんですよね。もずかっちゃん、魔界キサングレーザー。うーん、これがね、あの、G1 戦線でも繋がってくるのかどうかね。ちょっと微妙っちゃ微妙な感じがするんですよね。うん。だから、サウンズオブアースの4着を評価していいのかどうか。ちょっと微妙な感じがしますね。うん。ま、さて、ま、カイコの方はね、あの、ここら辺にして、ま、予想の方行きたいと思います。 えっとね、ええー、と、今週は金ランドカップですね。新潟にサイズステークスの方がショート数なんでね、あの、ちょっと、まあ、本命臭いんで敬遠しました。ま、あそして、まあ、札幌11レース、金ランドカップですよ。はい。まあ、これもね、逆転を狙わないといけないんでね、3連覆で勝負したいと思います。またね、フォーメーションでいきます。本命はね、2等軸でいきますね。1等目の軸をね、2等目、2等軸じゃないんで、ごめんなさい。1等目の軸を2等上げます。うん。 そして、あのー、また、ね、7頭に流すか形になるんですけど1投目の軸はトゥラベスーラとキャンベル・ジュニアでいきたいと思います、まあ、この、ね、札幌競馬で今、時計がかかっててて、ね、このレース自体も、ねあのー、スプリント戦よりも長い距離を走れる前に、ね、向いているらしいんですよ、うんまあ、そして、外枠が有利だと、まあ、今日の馬場見た限りり、ね、そんな内が悪くなっているような感じはしないんですよ うん。まあ、札幌記念もね、追い込みで決まりましたけど、前が古いってことはないと思いますね。うん。内が悪いってことはないと思うんですけど、まあ、外枠の方がね、あの、結果出てるんですよ。なので、ね、あの、外枠、割りかし外枠のトゥラベス裏ラとキャンベル・ジュニアに印を打ちました。この2頭ごめんなさい、1等目の事故二等ですね。はい。まあ、キャンベル・ジュニアはね、マイラーですけどね。うん。 まあ、ダービー強 CT2 着、KO ハイ2着ですね。はい。KO ハイ1400メートルですね。まあ、このまね、あの、スプリントは、まあ、実績はないんですよね。はい。ただ、今の時計のかかる馬場ならね、このぐらいの距離適性の魔能が向いてるんじゃないかなと思いました。はい。まあ、それで、マイル戦でもね、安田記念あたり、まあ、ね、早い流れの中、ね、3番手からね、競馬してるんですよね。まあ、 ねあの、スプリント戦に変わって置かれるっていうことはないと判断しました。はい。うん。まあ、これ軸ですね。デムョ除キーが乗ってるんでね。あの、期待できるんじゃないかなと思います。も、もしかしたらね、出遅れる可能性もあるんですけどね。デムョ除キー出遅れ癖があるんでね。まあ、そのあたりちょっと厳しいかなとも思いますけど、まあ、僕はこれ期待します。まあ、そしてもう一頭の軸がトゥラベスーラですね。はい。まあ、これま、3歳ボバーですよね。 うん。まあ、青いステークスのね、あの、二着番のラブカンプーがね、これ二着同着だったんですけど、ラブカンプーがね、ご存知の通り、北九州記念、アイビス様だしと北九州記念でね、構想を繰り返したと。うん。まあ、だからこの青いステークス自体もね、そんなレベルの低いレースではないなと。うん。まあ、そしてラブカンプーっていうのはね、馬体重が軽い馬で、まあ、このまま見栄えするタイプではないんですけど、 けどねトラベスールあたりはね、これバランスがいいですね。うん。まだ完成は先という感じがしてね、筋肉とか突き切ってないと思うんですけど、これ将来的に走ってくる可能性もあるんじゃないかなと、バランスがいいですね、この場ね。はい。ドリームジャーニーサンクっていうのがね、レア感があっていいじゃないですか。燃えますよね。うん、燃えうまやな。<laughs> ドリームジャーニーとか、僕はもう、個人的に好きな馬だったんでね、この馬ね。燃えますよね。うん。まあ、オイステークス自体はそんなレベルが落ちるレースではないと。まあ、それで福永ジョッキーがね、引き続き乗ってるっていうのも好感が持てますよね。まあ、外枠、ね、まあ、3歳のね、あの、この夏場のスプリント戦っていうのは結構ね、来たりするんでね、はい。 まヒンバのが相性いいかなと思うんですけど、ボバーでもね、結構、去年ですか、一昨年ですか、ね、週時あたりも来てますよね。なので、3歳は結構このスプリント、夏場のスプリントシリーズを走るんで、この人気なら僕は買いだと思いますね。うん。なんとこんなに人気ないのかなと思いますね、僕は。うん。ま、あとはね、2頭目の軸に言いますね。ムーンクエイク、レッツゴードンキー、ダノンスマッシュ、デアレガーロ、ナックビーナス、そして前日の2頭ですね。そして3頭目の軸も、 ムーンクエイク、レッツゴードンキー、ダ,ダノンスマッシュ、デアレガーロ、ナックビーナス、そして前述の2頭と。まあ、その組み合わせで25点買いになるんですかね。今、現段階でね、パットの残高がね、1900円しかないんで、25点買えないんで、19点買いで、まあ、オッズ作戦でね、あの、人気のね、あの、ある方から消していきます。オッズのね、低い方から消していきます。 6点消して19点返したいと思います。はい。うん。うん、まあ僕ね、あの、実を言うとね、スプリント戦の重賞って苦手なんですよ。あまり当てたことなくてね、自信ないんですけど、まあ最終戦だから、まあ気合い入れていきたいところなんですけどね、まあ、ムーンクエイク、レッツゴードンキー、ダノンスマッシュ、デアレガールナックビーナス、このあたりもう人気どころなんですよね。うん、ダノンスマッシュあたりね、一番人気で、まあ、さすがに人気過剰かなと思いましてね、 消そうかなとも考えたんですけど、結構ね、これ、組み合わせ、おつ見たらね、ついてるんですよね、意外と。いやね、t ハーフとか、キングハート、タマオブリリアンあたりも考えたんですけどね。うーん。まあ、このあたり、やっぱりね、ダノスマッシュ、まあ、マイル走れる馬ですよね、これはね。そういう馬のがね、スプリント専門のマイルもね、今回向いてるんじゃないかなと思いましてね。 まあただ展開微妙なんですよね。あのー、スローで、うん、逃げ馬が、まあ、オールインワンぐらいなんですかね、前走逃げたのはね。うん、あ、まあ、先行馬結構揃ってるんですけど、逃げ馬がね、あの、オールインワンぐらいなんで、案外、ゆっくりめのペースになる可能性もあるんですよ。そしたらね、あの、馬場見る限り、前が残る可能性も、ひょっとしたらあるかもしれないと思うんですけど、まあ、ただ、現状、ね、時計がかかる馬場なんでね、ある程度、スタミナ持っていった方がいいんじゃないかなと思いまして、やっぱり、 キーハウブとかキングハートとか買うよりもね、あの、ダノンスマッシュ押さえておいた方がいいんじゃないかなと思いました。はい。ま、あと、ムンクエイク、レッツゴードンキーあたりもね、デアレガールもそうですけど、まあ、1004、0 0 6でも実績あるマなんでね、こういうものが向いてるんじゃないかな、合うんじゃないかなと今回のレースね。うん。まあ、それでちょっとオッズ見ていきましょうか。3連覆ですね。はい。え、フォーメーションと。え、1投目の軸をね、 えー、十二十三ですね。はい。まあ、あそして、七刀ですね。二刀目の軸。えー、っと、ごめんなさいね。五、五、六、七、八。えー、十一十二十三ね。まあ、あ三刀目も同じですよね。えー、っと、二十五点ですよね。これね。 なんか多いよ。あ、25点ですね、これね。はい。まあ、それで安い順から6等を省くと。まあ、これ現段階ではこういうね、並べになってますけど、僕が買った時のオッズで決めるんでね。あの、うん。安め6等を消していきます。1、2、3、4、5、6。まあ、45.5倍、五倍ですね、現段階では。これをまで消そうと。はい。うん。だから結構ついてるんですよね。うん。万件もね、たくさんありますし。 まあ今回これで勝負しようかなと。うん。ああ、よくば万馬券でね、あの、大逆転を狙おうと。うん。まあそれで、ね、あの、まあ、これ負けてもね、あの、プラス終始はまだキープしてるんですよ。まあほとんどなくなりましたけどね。うん、懐けば、やっぱりね、例年いつも調子が悪いっていうか、まあ実力だと思うんですけどね <laughs>。例年悪いんで、まあこんなもんかなと思うんですけど、 まあ、とりあえず、ね、あの、まあ、今回負けたら、プラス1000円ぐらいになるのかな。パッと0になるしね。<laughs> なのでね、まあ、今回負けたらもう秋競馬に備えようかなと。泣きの一回はしません。はい。全敗してもね。うん。最後の勝負、金ランドカップ。うん。どうですかね。まあ、パッと見てね、人気どころしか収集ってないんですよね。こういうのって、まあ、かっこ悪いっちゃかっこ悪いんですけど、 うーん、まあ、タモブリリアンとかね、狙おうかなと思ったんですよ、外枠でね。タモブリリアンね。サンデーミスプロがいいって言ってましたね、なんか、亀谷さんが。このまま戦二専門なんですよね。なので、まあ、今回ね、あの、うーん、まあ、スタミナが要求されるんじゃないかなと予想してね、戦、ま、二、あ、専門のまはちょっと評価を落としました、はい。 そういう予想ですね。まあ、最後になりますけど、皆さんね、夏競馬の結果どうだったですかね。僕はもう、まあ、中距記念当てたぐらいだね。まあ、この夏競馬炎の5番勝負だまあ、これ最後残ってますけど、4戦全敗と。うん。まあ、夏競馬ね、やっぱりそんな入れ込んでやるべきじゃなかったかな。<laughs> うん。まあ、というわけでね、今回これで終了したいと思います。 今までね、ご視聴ありがとうございました。またね、あの、今回負けても、あ、聞けばね、予想やりますんで、よろしくお願いいたします。それでは、さよなら、バイバイ。